片岡治大、片岡治大、片岡康幸、1983年2月17日隊は、千葉県千葉市花見川区出身の元プロ野球選手、内野手。右投げ右打ち。本名は、片岡康幸、2005年から2012年までの、登録名は、片岡駅市、以上、いずれも読み同じ。兄は、元社会人野球選手の片岡翔子。 3人兄弟の末っ子小学校時代は、作新ヤンキースの4番打者兼投手として活躍。中学時代は千葉北シニアリーグに所属し、2年からレギュラーで活躍。3年時には1番、サンルイッシュで首相として、チームを全国大会に導くが、怪我に苦しんだ時期が長かった。中学校卒業後、栃木県の宇都宮学園高校、現、 文政芸術大学附属高等学校に進学。二人の兄はそれぞれ同校で活躍し有名であり、片岡が入学後、片岡三兄弟として、名を馳せる。高校三年時に三番、遊撃手として、自らのサヨナラヒットで、夏の甲子園へ出場するが、甲子園では二回戦、敗退、二回戦は、腰痛で欠場。2001年に東京ガスへ入社し、 同社の社会人野球チーム、東京ガス公式野球部に入部。怪我が多かったため、登録名を、片岡駅主とした。同期入社には、内見哲也がいる。秋のプロ野球ドラフト会議で西武ライオンズから3巡目の、指名を受け入団。石毛博則、ダリン・ジャクソン、松井和夫らが着用していた背番号7を与えられた。初年度となった5月1日に9番。 二類種で初スタメン出場。一軍に定着して二類種、または遊撃種として81試合に出場。打率2634本類が6盗塁の結果を残した。オフには盗塁数増加のためいろいろなトレーニングを試み、盗塁成功には致命的な足の遅さを技術で補おうと、陸上競技をトレーニングに取り入れた結果、盗塁数が倍増したという。 5月末に、高木博之から二塁手のレギュラーを奪うと、打率29。292を記録して2番、二塁手の座を確保。中島博之の故障で8月から9月上旬まで一時的に、遊撃手に回った。8月2日、3日の千葉ロッテマリーンズ戦では1試合、3盗塁を2試合連続で決めるなど、福知久木とのコンビで2人合わせて53個の盗塁を決めたほか、 リーグ2位の33ギラを記録した。ワニバン、二シュで初の開幕スタメンを掴んだが、4月18日の日本ハム戦で右翼種の GG 佐藤と接触して右膝と胸部を打撲し途中退場。翌日の試合では怪我を押して大打出場し、アンダを放ったものの状態が悪く登録を抹消された。5月30日に復帰したが、 しばらくは負傷の影響で2割台前半の低打率に、あええだ。8月に、月間打率35。353、13盗塁を記録して、打率を急上昇させたが、最終的に打率。256に終わった。一方で38盗塁を記録し、自身初の盗塁王のタイトルを獲得した。守備でも失策が、前年の13個から5個と減少し、 規定試合数に出場した二類種として、リーグトップの守備率、993を記録。ギダも前年より増やし、リーグ2位の35個を記録した。は、開幕から一番打者を任される。打っては二番打者の栗山匠と共に167、安打で、最多安打のタイトルを獲得し、リーグトップの得点圏打率、382と、勝負強さも発揮。 走っては前半戦だけで、前年の投塁数を上回ると、最終的に50投塁を記録し、2位の渡辺直人を16個、引き離して2年連続の投塁王となった、パリーグの50投塁以上は1997の松井和夫と小坂誠以来。また、選手間投票で、オールスターゲームに初出場し、自身初のベストナインにも選ばれた。 2014年に移籍することになる読売ジャイアンツとの日本シリーズでは7号すべてで安打を放ち5投塁を記録。第7戦では1点を追う8回に死球で出塁すると投塁と送りバントで3塁に進み続く中島の打席でギャンブルスタートのサインに応え3塁頃の間に同点のホームを落とし入れ逆転日本一の足がかりを作る活躍を見せた。 アジアシリーズ初戦の SKY バーンズ戦は、風のため欠場したが、決勝までの3試合に一番、遊撃手として出場し、シリーズ制覇に貢献した。は、WBC 日本代表に選出された。日本代表監督の原辰則は、足、走塁で代表に選んだと語り、片岡を、ジョーカーと例えた。また、一郎も、ファミスタの、ピノみたいと表し、 一時候補選手の中では、中島博之、岸隆之に並ぶキーマンに挙げた。第1ラウンドこそ出番はなかったが、第2ラウンド初戦のキューバ戦から、主に先発が、左投手時に、スタメン出場。決勝、韓国戦では、同点の7回表、先頭打者としてレフト前ヒットで出塁すると続く、一郎の打席では1ボールからの2球目で投塁に、成功。さらに、 一郎のバントヒット、中島博之のレフト前、ヒットと続き、片岡が貴重な勝ち越しのホームを踏んだ。大会通じて打率。308、投類は1位台の4投類を上げ、慣れない三塁手の守備も手堅くこなし、WBC に連覇に貢献した。レギュラーシーズンでは、前年同様一番、二塁手として起用されたが、打撃不振に陥り、 4打数以上無安打の試合は29回とリーグ最多を記録。出塁率も低迷した。前半戦は打率28。282で折り返したが、最終的には打率。260と復調しないままシーズンを終了した。一方で13本塁打、58打点は自己最高と、超打率は上がり2類種部門でパリートップの守備率を記録したが、 時折簡満なプレーでピンチを招くこともあった。投塁数では9月まで、本田雄一、川崎宗則にリードを許していたが、9月20日から6試合で10投塁を記録し、自己最多の51投塁を記録、3年連続となる投塁王のタイトルを獲得した。オフの契約公開では2度目の交渉でも合意できず、越年は開幕当初こそ調子が上がらなかったが、 オールスターゲームに2年ぶりに選出され、第2戦では5打数4アンダーで MVP を獲得し、8月24日のロッテ戦でパリーグでは福本豊以来となる3年連続50投を達成した。自己最高の打率、295出塁率、347、59盗塁取ードを不満としてチームを牽引し、4年連続で盗塁王に輝いた。 本田雄一と同時受賞。一方、5月にアキレス腱、6月に左肩と相次いで故障し、9月20日のソフトバンク戦では、走塁中に右足ふくらはぎを痛めると、シーズン残りとクライマックスシリーズを欠場した。は、春季キャンプで右足を捻挫して出遅れ、4月中旬に20打席連続無安打と、打撃不振に陥った。1番、として、 開幕から53試合連続のフルイニング出場を続けていたが、6月28日のオリックス戦の守備時に左肩を痛めると同時に脳震盪を起こして途中交代。7月5日のソフトバンク戦で一塁に起塁する際に右肩をあがっきゅうし、一軍登録抹消された。9月3日に一軍復帰後は9番二塁として出場を続けるが、 6月に貯めた左肩の影響で10月5日に本人の申し入れ登録抹消。同月13日に左肩脱球修復のための手術を受けた。度重なる怪我の影響もあり、86試合出場で打率、230、22盗塁にとどまり5年連続の盗塁王を逃した。は、前年の手術の影響で開幕を憎んで迎えた。 5月1日に一軍復帰、同月10日には復帰後初ホームランを放つ。しかし、7月10日のソフトバンク戦の守備時に、右手首を痛め途中交代。その後も回復しなかったため、9月16日に、右手三角人体複合体損傷修復手術を受け、シーズン残りを棒に振った。2年連続で怪我に悩まされ、52試合出場は自己ワースト。 盗塁も八つにとどまった。同年十二月三十日、登録名を片岡治大に変更することが発表された。は、怪我からの復活を期すと同時に、ベテランとしてチームを経引し、一番二類として開幕すためになお、飾る。四月下旬に、左膝裏を痛めるも出場を続け、六月七日に国内 FA 権を取得したが、怪我の悪化を理由に、 同月14日に登録抹消され、3ヶ月間戦列を離れた。9月25日の楽天戦で、さよならにランを放ち、9月度のスカパー、さよなら賞を受賞。2013年シーズン終了後、FA 宣言し、12月1日に、読売ジャイアンツ、巨人への移籍を表明。12月9日に入団記者会見。契約は2年で、 総額三億五千万円、金額は推定、背番号は八に決定した。なお片岡遺跡の人的保障として、脇谷良太が西部に移籍している。は、開幕戦で遺跡後初安打を、ノーミアツからホームランで飾り、チームも対象した。開幕直後は三割を打っていた時期もあったが、徐々に不振に陥っていった。8月には、打撃不振で二軍落ちも味わった。 最終的に126試合に出場して4年ぶりに規定打席に到達し、チームトップの24盗塁は記録したものの打率は252と期待された成績を残せなかった。巨人の二類種が規定打席に到達したのは2005年の西俊久以来9年ぶりである。オフの10月21日に日本プロ野球80周年記念試合の阪神。 巨人連合地位に選出されたことが発表された。開幕スタメンを外れていたが、4月16日の横浜 DNA ベイスターズ戦で通算300盗塁を記録した。これを記念し4月17日に300盗塁記念グッズとして T シャツが発売されることが発表された。この年も故障や不調で2軍落ちを経験し、113試合で打率。 244に終わったが5年ぶり20本塁打をマークし、打点も預かながら前年を上回った。だが、規定打席には到達しなかった。同じ二塁手のルイスクルーズの加入もあり、スタメンから外れることが増えた。また故障に悩まされ、6月には下半身の不調で2軍落ち、9月3日に1軍復帰したが9月10日の広島戦で代打で出場。 ファウルを打った際に、左手首を痛め、翌日有効骨骨折と診断され再び1、軍登録を抹消され、以後シーズン出場はなく、32試合の出場で4、打点、4盗塁はいずれも、プロ入り11年で、ワーストの数字に割った。は、右膝の故障により一軍出場はなく、9月30日に、今季限りでの現役引退が発表された。 翌10月1日に引退会見を行い、体の方がついてこないという自覚があったので、このような決断に至った。まだ、悔しさの方が大きいです。希望を持って、リハビリを重ねてきたんですけど、なかなか思うような動きができずに、何回も心を折られたので、このタイミングで目を引いた方がいいのかなと思いました。と語った。10月4日、任意引退工事された。 同年11月22日のジャイアンツファンフェスタで引退セレモニーが行われ、まだプレーしたかった。まだ走っていたかったが、体は限界でしたと挨拶した。10月30日から読売ジャイアンツの鬼軍内野守備総類コーチを務めることが発表された。読売ジャイアンツに移籍の1年目はチーム最多となる24盗塁を記録。 50メートル走は5秒8、1塁到達まで4.06秒と、盗塁を経験者の中でもズバ抜けた瞬速ではない、ものの、高い盗塁技術を誇り盗塁成功率が高い。盗塁数の増加の要因としては、スタートの向上と、プロ入り前からの特徴であった独特なスライディング法を挙げており、低いスタート姿勢によって素早く、トップスピードに入り、 ベースを吹っ飛ばすつもりでやるというベースの近く、ギリギリからのスライディングを行うことにより、スピードのロスを防いだまま、自塁に到達することができるという。守備では二塁手、遊撃手のほか、プロ一年目には三塁手としても出場している。二塁守備では打球に対する反応の良い上に玉際に、強く、得点換算でも高い数値を記録している。2014年には両。 リーグトップのザーを記録した。アッパースイングのため高めの球に弱いが、球際に強くしぶとさを持つ。打者走者としては前打席全力疾走をするタイプではなく、アウトと思ったら流して走る傾向にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。